寒いからちょっと雪降ったらまずいなと思って、雪降ってたけどとりあえず積もらなかったんで、ね、寒いね。そこら辺だったかな。ここも電気つく。これがもうすでに廃宗教施設の一部なのかな。でそっちに母屋というか修行するとこみたいなのが修行するというか、これが 本堂になるのかな、多分中には入れないですけど、一応うめき声が聞こえるとか、呪文とかお経とか聞こえるっていうことでしたけど、はい、来ました、廃宗教施設です。見えるかな、こういう感じ。誰か侵入しているみたいですね。今日はここに近づけるかどうかわかんないですけど、行ってみたいと思います。ジムでだから、今日これインスタライブは3人ぐらい、まだ限定的な試験的なやつやもんね。あ、配信どうするんだ、もうそのまま。これいけてる？入ってくる人わかるよね、多分。うん。いいのかな。うん。とりあえずそれで。わかんない。俺もしたことないもん。よし、じゃあ行ってみましょうかね。先頭大丈夫？階段ある。足元気をつけて。危ね。なんか祠、稲荷がある。一応2で200。よし、あ、ここも入り口じゃない。神社でもない。まあ当然相手はないんだけど、動物侵入になっちゃうかな。中は綺麗だよ。どうすか、赤外線カメラ映んないですか。何かそこそこ近くないと。こんな感じです。あ、すごいな。中に入れそうだけど、さすがにこんな綺麗だと建造物侵入言われそうだしな。綺麗です。うん、まあどうやろう。鍵がないんじゃない、そもそも。鍵ないもんね。なんかこう気持ち的に感じたりとかないっすか。ない感じないのか。モッチーさんどう。うん、大丈夫大丈夫。なんかどうぞ見てください。太鼓があったりして雰囲気は十分なんやけど、さすがに神様系だから侵入していくのはどう。何か感じたりないですか。綺麗ですね。うん、綺麗すぎるよね。カメラで今でもまだ使われてそうな
でもすごい埃だから誰も来てないんやろな、これ。そうですね、ちょっとカビ臭さはあるんで、うん、廃墟の感じはありますけど、まあ、あんまり入っていくのはよろしくないかな。そうです。